みんな頑張れ。福岡で今注目を浴びている大人気の施設がありました。それは自動車教習所。近年少子化や若者の車離れなどの理由からその数を減らしている中、この南福岡自動車学校は卒業生がまた会いに来ると手紙を書くほどの人気。代表の江上義郎さんは、20年近くずっと売り上げが 3% ずつぐらい下がり続けてたんですよ。こうなってた、はい、そう。基本的には死んだ魚の飯で教える指導員と、皆さんが、そう、死んだ魚の飯で教えられる生徒とみたいな感じで生き生きしてなかった。全然生き生きしなかったんですよ。その教習所を変身させるためには、まずは自分、社長である自分が変身しようみたいな。教習所で変身ってどういうこと？それってこういうこと。これ何なんですか？あの、このなんか南福岡自動車学校のイメージキャラクターの仮面ライダーです。カメ、ゆっくり行くじゃないですか、はい、ゆっくり行ってもそんなにあの到着時刻って車でやると変わんないんで。あ、車と安全とカメをかけてるんです。そうそう、文字通り自分自身が変身してイメージキャラクターに。もちろんそれだけではありません。学科教習では、教習所に通うときは二十数時間学科の授業を受けなきゃいけない。受けなきゃいけない、時間かかるイメージあります、ね、そうなんですよ。でこれがですね、非常に評判が悪いんですね。大事なことを教えてるんだけども、はい、やっぱりその授業がつまんないっていう声が、そのイメージありますね。結構業界に殺到して、とにかく面白い、ちょっとぶっ飛んだ面白い学科教習を作ろうということで、この学校が作った教習ビデオを見せてもらいました。皆さんこんにちは、よりともです。どんどんドライブの時間がやってきました。今日はモテる運転をさせたら渋谷一のドライブのカリスマ、モテドラシさんに来ていただいてます。なんとまさかの人形アニメ。私、男性の左折する姿がすごい好きで、お願いとかできますか？左折全然 OK だし。これダメですよ。そうです、全然ダメピー。これはモテなくね。教えられてる感じがしないですよ。まずあの見てられますよね、これを、はい、すごい斬新というか、人って面白く伝えた時の脳は一生忘れないですよ。あ、でも本当その通りで、江上さんは教習所をとにかく楽しく変えたのです。厳しいイメージの指導員もこの教習所では若い人たちが多く、私はこの友達みたいな感じで、ほうほう、関係性になるように教習してます、ええ、もう恋バナとかもするんですけど。そんな話ですか？おう。そしてもう一つ、教習所を卒業するときには驚きの取り組みがありました。目を潤ませすすり泣く生徒、一体何が。卒業してもまた来たくなる南福岡自動車学校、代表を務めるのは江上さん。教習所卒業の日、驚きの取り組みを行っていました。見せていたのは交通事故の悲惨さを伝えるビデオ。主人公の母が交通事故で亡くなり、生前あまり話せなかったことを後悔するストーリーです。こういったビデオを見るのはよくありますが、ここではさらに。今皆さんも動画を見て誰か大切な人が頭に浮かんでいるのではないでしょうか。その方になかなか普段ですね、口に出して言えないありがとうの気持ちを、せっかくの機会なので手紙として伝えてもらえればと思います。生徒に大切な人へ手紙を書いてもらい、教習所が届けるという取り組みをしています。書き始めると生徒たちは、
もうすごい感謝日頃から伝えなきゃいけないなっていうのがすごいもじわじわ実感しながらですね。うん、IR おせっかいで、はい、生徒さんの心のドアを開きながら教えていこう。教習所っていうものには何があるべきだと思います？学科と技能を合わせ60時間ぐらいなんで、その人の人生を劇的に変えるようなことはできないとは思ってるんですけども、こう大人になれたなとか、一個人に思いやり持てるようになったなっていうような場所にしたいなと思いますね。こうした取り組みで卒業生から手紙が届いたり、さらにはここで一緒に働きたいと就職してきたりするようになったのです。また来たくなりますよね。だってそうそうそうです。でどんどん世の中は新しいエンタメとかテクノロジーが出ていって前に進んでる、ここだけ進んでないみたいな、はい、だここを変えることが日本としても意味が大きいんじゃないかと、楽しい面白い学校に業界が変わっていったんだっていうこと自体が、日本のこの閉塞感あるなんか、ね、社会に一個風穴が、はい、ちっちゃいかもしれないけど一個風穴が浮くみたいな。